ミュシャがどういう画家なのかってなんか見たことあるとか、あ、ミュシャだ。スーパーセレブがミュシャのことめっちゃ気に入って、アール・ヌーボー的な、アール・ヌーボーって新しい美術っていうフランス、すごい今の感覚で言うと普通なんですけれども、はい、もう当時としてはもう特別、ポスター画家だけじゃないんだぜ俺、祖国への気持ちとか自分のアイデンティティみたいなものがしっかり表れている。年代ごとの作品を見ていくと、やっぱりあのその思いの変化っていうような部分と変わらない部分と。では改めまして、こんにちは、 RKK アナウンサーの糸永由紀と申します。本日は来年の2月10日ですね、熊本市現代美術館で開幕する RKK 開局の70周年のイベント、この記念イベントの最後を飾るのがこのミュシャ展になるんですけれども、マルチアーティストの先駆者ということで、もう今月の18日に前売り券が販売しまして、もう徐々にもう大好きという方からですね、あの購入いただいております。それほどあの注目があの高かったイベントなんだなというふうに私も実感してるんですけれども、やっぱりそう思われますか、はい、特別感ってありますよね。あの RKK さんのご尽力っていうのは本当にすごいところはあるんですけれども、あのチラシを置けば置くほどどんどんなくなって、また持ってきてくださいとか、前売り券の販売が始まったら、ね、かわいいですねっていう声がこんなに聞こえた展覧会実は初めてで。そうなんですか。私自己紹介してませんでした、はい、熊本市現代美術館の学芸員の富澤と申します。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。富澤さんはこのミュシャとの関わりも結構あるっていうことですね。はい、であのですね、はい、今回先生とツタヤさんの方ですごくたくさん本をご用意いただいてるんですけれども、まあ、アール・ヌーボーとかミュシャに関する本が私の大学院時代、あの成城大学の大学院に私、はい、あのそこで勉強したんですけれども、その専属先生の、まあ、ゼミにおりまして、なんか私アール・ヌーボーを久しぶりにやるのでちゃんと勉強しようと思って、これ私の手元にあった本なんですけれども、この後ろ側になんと専属先生のレシートが入ってて、ベルリンから輸入してて、今から20年前に先生があのこういうね今出版されてる本とかを準備されるために購入されたものを、当時まだこんなにインターネット普及されてなくって、私ども研究者はですね自分でお手紙書いてファックスとか書いて、でそれを送って個人輸入してたんですよ。なのですごい購入が大変だった時に、先生が大学院生に世紀末の美術勉強してるんだよね富澤さんって本あげるって言ってもらった本があって、で、あ、これ先生からもらったんだって20年ぶりぐらいに思い出して、なんかしみじみしちゃいました。はい、あのじゃあ今でこそこうやってツタヤにもミュシャの本などたくさん並んでますけれども、はい、そういう時代ではなくって、やっぱり海外から仕入れながらっていうところがあったんですね。今この皆さんの手元に届いてる本は、うん、そういう専属先生とかがこういうので勉強して、日本人の方にどうやって分かりやすく伝えようかなっていうところの、まあ成果の表れでもあって、で今の展覧会につながるという、なんか一般の方でも分かりやすいように噛み砕かれた本になって出版されてる。そうなんですよ。あの私も今回アンバサダーを務めるまで、はいはい、あのミュシャがどういう画家なのかっていうのを具体的には知らずに、でもただあの皆さんの中にもいらっしゃるとは思うんですけれども、なんか見たことあるとか、どこか あのお店の中で絵画として飾られてるような気がするとか、私だとあの病院にあったんですよ、はい、あ本当ですか、病院の皮膚科に飾られてる絵を見て、はい、あミュシャだっていうふうに気づいたので、あのハッシュタグキャンペーンも行われてましたけれども、はい、ご紹介さんありがとうございます。これですね、皆さんから寄せていただいて、今日集まりの皆さんの中でこのハッシュタグキャンペーンに参加された方いらっしゃいますか。ありがとうございます。ちらほらいらっしゃるんですけれども、うんうん、身近なあのグッズがこうやって実は日常にありふれていて、それを写真に撮ってハッシュタグミシャ展熊本っていう風に投稿してくださいっていうあの SNS のキャンペーンを行っていたんですよ、はい、なのでミュシャがもともと好きだっていう方にとっては、あこのグッズもあるあのグッズもあるっていうことでお寄せいただいてるんですよね、うん、これがまたミュシャの特徴的なところなのかなって思うんですけれども、はい、一般のこういう画家の皆さんって、ええ、そのコピーというか、ええ、商品として、はい、グッズとしてこういうふうに世の中に出ていくことってあんまりない気がしてたんですけど、こんなにはないですよね。しかもそのミュシャの絵そのもの
だけじゃなくって、さまざまなイラストレーターの方とか漫画家の方とかがミシャの絵を参照して描かれたものっていうのも日本にすごいたくさんあるので、ミシャと気づかなくてもそれを見て自分の好きなファンの漫画家さんとかが実はミシャのファンでみたいな、こう連鎖みたいなのは実は起きてるところがありますね。あのマルチアーティストの先駆者っていうふうに言われてますけど、はいはい、それがここにつながるっていうことですか？そうですよね。あのもともとミュシャっていうのが、まあ、19世紀末今から130年前ぐらいのフランスで活躍した人で、でまあもともと彼が一番最初に有名になったのは舞台のポスターなんですよ。あ、舞台のポスター来ますよ、はい、舞台のポスター、はい、舞台のポスターです、はい、サラベルナールという人の舞台のポスターがこれ等身大ぐらいの大きい作品なんですよ。でこれが街に貼り出されて大人気になって、それで一躍有名になった方なんですね。でミュシャっていう名前にもある通り一般的な名前ではないんですよ。フランスで一般的な名前ではなくって、彼はもともとチェコ出身の方で、こういわゆる中央ヨーロッパ西側の文化とは違う東の香りって、ちょっとなんかエキゾチックとかちょっとなんか民族風があって素敵、見慣れない新しい美しいものとしてミシャのその画風っていうのが受け止められてすごい人気になったんですね、うん、なのでもともとがポスタースタートなので、うん、今の日本のさまざまなグッズに展開するっていうのは実はすごい初めから距離が近い。あ、はい、そうなんですね。そうなんです。あの一般的なアーティストが描く絵画と同じような感じで、うん、ひょんなことからこう広告に使われるようになったのかと勝手に思ってたんですけど、そうじゃなくって、はい、始まりからがもうこういった舞台のポスターになっていたっていうことなんですね。もともとこのサラベル、これ両方ともサラベルナールっていう人なんですけども、はい、サラベルナールがもうスーパーセレブで、でそのスーパーセレブがミュシャのことめっちゃ気に入って、その今舞台ポスターって言ったんですけども、舞台のこう美術みたいなのとか着てる衣装とかアクセサリーとかそういうのも全部ミュシャが、まあ、今のなんかこうルイ・ヴィトンとかのアーティスティックディレクターみたいな感じで全部ミュシャがやって、もう一晩でスーパースターみたいなところも、しかもなんかこう東ヨーロッパのこう田舎の子みたいな、よくわかんない子みたいなのがそんな風に急にアメリカンドリームみたいにこう持ち上げられていくわけですから、そこに対する憧れっていうのもあったんですよ。あ、一晩でスーパースターになれる、なんかシンデレラストーリーですよね。そう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 なんです。でもそうなるにはやっぱり一目見て、ニューパネルが来ましたよ、はいはい、またこちらも可愛らしいパネルですけれども、はい、やっぱり一目見てこう食い入るように見ちゃう魅力がありますよね。吸い込まれてしまう魅力があって、それ一体何かなっていうと、うん、まあ、さっきのジスモンダとかもそうだったんです。着てる衣装とかがちょっとフォークロア調 で、はい、糸永さんもこちらのポスターちょっとお袖のふんわりしたね、はい、あの服とか着られたんです、うん、そういうなんかこう時の今私たちが着てる流行りの服じゃなくて、ちょっと民族的な雰囲気で、これはその19世紀末のヨーロッパがそうだったんですけれども、チェコそのものもオーストリア・ハンガリー帝国っていうところに大きく含まれていたところが、第一次世界大戦後にチェコスロバキアが独立して、でその流れにミュシャも大きく関わっていくんですけれども、その後1993年にチェコとスロバキアがさらに国が分かれていくという大きな現在につながる流れの、まあ、そのスタート地点にこの19世紀末から20世紀初頭っていうのがあって、やっぱりあのミュシャはチェコ出身で、その国がない時代のチェコですから、やっぱり自分の民族とか自分のアイデンティティみたいなものをこういうこう好きあらばポスターとかみんなが知られるものにこう封じ込めて、しかもそれがすっごい素敵なので、みんながなんかミュシャが描くものってなんか素敵な雰囲気があるなっていうところのメッセージがね、全部届かなくてもいいんだけど、そういう気持ちを込めてるっていうところにやっぱミュシャの特徴はあるなと思います。だから激動の時代背景が自然とこう埋め込まれているというか、そうそう描かれていて、でそれを全面的に出すわけじゃなくって、はい、なんかいいな、なんか可愛いなって思う背景にそっとそういう深い意味が込められてるっていうような、時代のなんか空気みたいなのが込められてますね。なんかそれは今の時代でも単純に最初は可愛いなとか素敵だな、はい、グッズ買いたいなから入っても、うん、やっぱ
ぱりその背景を知っていくことでやっぱりそのアーティストの思いとかに触れるっていう部分がこの芸術の楽しいところでもあるのかなって今お話を聞いて感じました。そうですね。でこういうちょっとなんか色が濃いやつの他にもですね、うん、いろいろあっていわゆるこうアールヌーボー調っていうねアールヌーボーっていう、まあ、これもさっきもアールヌーボーの、はい、スタート先生の本だったし、はい、まあ、これ私の今度は大学生の頃の時代の先生の本でこうメシャとパリっていうようなこういうでこれクリームトとか皆さんお好きですよね。私も大好きですよ。クリームトとウィーンとかティファニーとニューヨークとかこういろんなところで同時的にアールヌーボー的なアールヌーボーって新しい美術っていう意味のフランス語なんですけどもいろんな名前有限と知っているとかねそういういろんな名前がついているんですけれども同じような新しい美術の流れっていうのが生まれていてやっぱりこう曲線みたいなものとかこれ装飾性がすごい高かったりとかこれぺたんこ平面的に描かれていてこれ日本人にとっては何も違和感はないと思うんですけども浮世絵の影響とかねこう受けているような表現とかこういうちょっと古いなんか神話のお姫様みたいな騎士の物語みたいなこういういろんな要素がミックスされているのが実はアールヌーボーの特徴の一つで。でなおかつやっぱりなんかこうグッとくるそういうふうにいろんなこうカルチャーがミックスされた状態っていうのは21世紀の私たちにとって普通のことでしかもそれが素敵なことなので、はい、まあ、そういうものが、まあ、建築からポスターまでさまざま残っているっていうところで今もよく見ることもできる。でいろんなものがあるんですよ本当に。で今回これ宣伝ではないですよこういうブローチみたいなものがこれ実際にミシャがデザインしたものなんですけどもこれのレプリカとかが展覧会の限定グッズとして、まあ、販売されるぐらいミシャのなんかこういうのって今の私たちの心にも届くっていうところがありますね。あの私がこの今回ミシャ展のアンバサダーを務めるにあたって、はい、いろいろミシャ あのグッズがないかなとか、あの身につけるものないかなとかいろいろ探してたら、はいはい、あのゾゾタウンにも販売されてるぐらい、うん、もう取り入れてファッションを作ってるっていうブランドもあったんですよ ね、はい、ありますね。だからそれぐらいなんかこう現代にもマッチしてるような感じもするんですけど、はい、さっきおっしゃられたように、はい、なんか日本画の影響も受けて、うんうん、私たちにとってはなんか自然に受け入れられる部分もちろんあるんですけど、はい、馴染みがあると思うんですけど、そうそうそう平面要するにまあ日本画っていうより浮世絵ですね、はい、版画の影響すごい平面的で構図が特徴的 で、はい、でこうなんかこう衣装とかがぺったんこに描かれるっていうのが浮世絵の特徴なんですけれども、まあ、そういうのが結局その当時のヨーロッパとかのポスターとかあとまあ印刷物にすごい影響を与えていくんですけども印刷物に影響を与えるっていうことはパッケージデザインに影響を与えるっていうことなんですよ。でミュシャもすごいたくさんのパッケージデザインをこれ皆さんのねお手元にもあるかなと思うんですけどお菓子のパッケージとかに自分の絵を使っていてでそれやった最初の画家と呼ばれているんですけれどもこうなんかこう素敵な雰囲気の演出っていうイメージを売るというところにミシャのこう実はデザインとか、まあ、そのプロデュース力みたいなのがすごく関わっていてでそれはちょっと本当今お話しいただいたファッションの分野とかね今ね新しくミシャというブランドが出ていろんなものが、ね、グッズが次々と生まれるっていう時代を考えるとやっぱりミシャの作品っていうのは、まあ、人の心をつかむビジュアル力みたいなのはちょっと圧倒的に私たちもまだ影響を受けてるなって感じがしますね、はい、これだけもう歴史が長くて時が経ってるのに、はい、やっぱりそこに共感ができるっていうところは本当に素晴らしい作品の数々なんだろうなっていうふうにも思いますし、あの最近では今回あのミュシャのお酒のラベルも登場しますよね。あちらの方にあのカウンターのところに今置いているんですけれども随陽さんのお酒で日本酒のラベルにもなっているっていうことなんですよね。ですのでなんかこういった形でもいろんなこう発信ができているっていうこと自体がすごいなと思いますし、そうですね、はい、今回は、うん、ミュシャのグッズ、はい、実際に販売されるものっていうのもあるんですか、ね、そうですね、あのさっきお話ししたこのブローチもそうなんですけれども、はい、あとなんかお菓子のグッズとかが展覧会場限定でいろいろ様々ありますので、まあ、そちらもぜひ、手に入れていただきたいなと思います。で、まあ、今回ですね、まあ、このミュシャのこう展覧会 このタイトルが、まあ、マルチアーティストっていう、まあ、はい、そのパッケージデザインとかも含めてそのまあ先駆者っていうふうに呼ばれているんです。さっきね入り口のところでこう
夜遊びさんの、はいね、こう CM のさまざま使っていただいていて、ミスターという曲が、ね、そうそうそう使われていますよね。はい、まさにあの今のマルチアーティストっていう感じですよね、はい、夜遊びのお二人っていうのは、はいはい、で、まあ、そのマルチアーティストっていうのはもともとそのアーティストっていう単語はあの今では音楽家の方に使われる、そういう流行りのミュージシャンとかに使われることが多いんですけれども、そうですね、馴染みがあるのは音楽家のイメージです。そうなんです、音楽家のイメージですよね、はい、でマルチアーティストっていう言い方も夜遊びさんみたいに、まあ、基本的に音楽に関わっている方にこう使われることが多いんですけども、ミュージシャンが活躍した時代ってアーティストって言ったらもう美術する人だけの言葉で、なおかつその美術する人は基本画家だったら画家だけ、彫刻家だったら彫刻家だけみたいな、こうジャンルをまたがるみたいな人あんまいなかった時代ですし、その女性のアーティストっていうのももうなおさら全然活躍もうなんかようわからんみたいな感じで、まあそんな時代だったし、今からだともう本当考えられないぐらい私たちの時代っていうのは変化してるんですけども、でミュージシャンっていうのはいわゆる画家の修行はちゃんとするんですよ。でその後イラストレーター、本の挿絵描いたりとかしながら、こう急遽さっきのサラベルナールのアーティスティックディレクターになったりとか、お菓子のデザインしてくれたりとか、うん、国ができたら切手のデザインとか紙幣のデザインとか、あお金まで紙幣まで、そうそうなんですよ、まあ、だから何でもやったと。でそれはすごい今の感覚でいうと普通なんですけれども、はい、もう当時としてはもう特別なので、まあ、マルチアーティストの先駆者っていう今回の展覧会のタイトル、そのいろんなものを今回展覧会場でご紹介しますので、まあ、その様子、こういろんなことできるんだっていうところも知っていただけたらなと思っています。その純粋にそのアートを楽しむだけじゃなくって、はい、なんかこう自分も何か一つのことを極めるのもいいんだけれども、はい、何かこういろんなものに興味を持って広げていくっていうことも、はい、なんか活躍できる世界が待ってるんだなっていうようなことまで教えてくれる気がします ね。 そうで、ミュージシャンは本当にさまざまな友人友達とかもいたので、例えば画家ですと有名な方ですとゴーギャンとか、彫刻家だと考える人で有名なロダンとか、はい、すごいやっぱこうセレブはセレブと付き合って、でそれで多分あと、まあもちろんね、その印刷業者の方とか女優さんとかさまざまな人と出会って自分の世界を広げていくことに結構果敢だった人なんだと思うんですよ。でそこら辺ももしかしたら会場によっては会場で皆さん発見できるポイントかもしれませんね。はい、なんかこうミュージャー展の楽しみ方ってなんか幅が広いなっていうふうに私は思ったんですけど、うん、今お話聞いて皆さんもそんなふうに思われたんじゃないかなっていうふうにも感じています。で今回このミュージャー展、まさにマルチアーティストの先駆者ということで、はい、音楽とのコラボレーションもお届けしようというふうに、はい、あのイベントを企画しておりまして、はい、あのリサイタルがあるんですよね、はい、そうですね、はい、今回のリサイタルについてお話しさせていただきますと、もともとなんでミュージャーの作品がリサイタルと結びついたかって言いますと、ミュージャーの作品って音楽的って呼ばれていることがあるんです。で先ほどお話ししましたみたいにアール・ヌーボーの特徴でもなんかこう曲線が延々と続くとか、ちょっと異国風な雰囲気とか、さっき の、まあ、こちらの作品もそうなんですけど、民族的なモチーフみたいなのが、含まれていて、でそれは音楽で言っても同じフレーズとか同じ主題が何度も繰り返されるとか、あとまあ民族的な要素、まあ、皆さんが一番ご存知なのはショパンとかかな、はい、そういう民族的な音階をアクセントに使うっていうのが、まあ、当時の音楽の主流流行りでもありましたし、ミュージャーの作品にもそういうところのイメージが重なるっていうところは大きいなというふうに思っています。なんかチェコ出身っていうだけでも、うん、なんか音楽の街のイメージがあるので、そうですよね、チェコとかだと、なのでどこかでこうつながってる部分があるのかなっていうふうにも想像できました、はいはい、でチェコの音楽といえば、うん、やっぱりあのスメタナのモルダウとか、はい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 、祖国よりっていう曲が、はい、ミュージシャンにものすごい強い影響を与えたりもしたんですけれども、はい、一方でその19世紀末っていうのは、あこれあのチラシ大きい版なんですけれども、すいませんね、ペラペラしてて、でこちらのお二人、田中綾子さんと有島美也子さん、田中綾子さんの方が歌手の方で、有島美也子さんがピアニストの方なんですけれども、まあ、このチラシ、あのこっちのチラシもそうなんですよ、こっちのチラシにもそうなんですけれども、彼女たちがこう
選んでいただいて、このリサイタルの時に演奏しようっていう曲目も書いていただいているんですけれども、この選曲がまたすごくって、はい、全ての、作曲家全てミシャと同時代のスーパーセレブです。でドビュッシーとかラベルはパリ出身、うんうんうん、だからミシャとパリで同じ時代を過ごしてる、はい、ヨハン・シュトラウスはウィーン出身、ヨハン・シュトラウス2世ですね、ウィーンで活躍して、でヤナーチェクっていうのはプラハで活躍されたんですけども、全員ミュシャと同じ時代を生きたミュシャの作品を知っていて分かっていて同時代の空気を吸っていた作曲家たちなんです。なのでドビュッシーのモットかデラクアとかが持っている非常に華やかなパリの雰囲気も合わせて、ヤナーチェクが持っているこう民族とか人々のこう心の気持ちを代弁するぞみたいな、そういうところも全部考えて選曲していただいた、とってもスペシャルな実はリサイタルを予定されていて、でこちらの作品はパネル出していただいたんですけど、こちら田中彩子さんっていうののこちらのねコラルトゥーラソプラノの非常にこう転がるような素敵な声の持ち主の方も、まあ、ウィーンにお住まいなんですけれども、こちらのミシャの芸術音楽という作品をお家に飾ってらして、そういうふうにミシャいいなって思って、じゃあ私の技術私の持ってる才能でミシャとこう響き合うんだったらどんなことできるかなっていうことで考えていただいたラインナップでご用意しているリサイタルなんですよ。もう完全にそのミュシャが生きた時代を感じられる音楽っていうことですよね、はい、だってあの選曲次第ではいろんなものをねヒーローいつもなさってるわけですけれども、ミュシャに合わせてわざわざこうチョイスしてくださって、そうです、なかなかないですよ、うん、こんなこと、なんか芸術を音で楽しむっていうのも新鮮だなっていうふうに思いますね、はい、特にこの19世紀末っていうのは、うん、このアーティストが活躍するサロンに音楽家の方がいらっしゃって演奏会も聞いたりとかするとか、そういうこう複合的にアートを楽しむ時代でもありましたので、うん、まあ、そういう時代の空気みたいなのもあの追体験していただけるんじゃないかなって思います。会場でぜひその空気を味わっていただければと思います、はい、で私もあのナビゲーターとしてそのコンサートにはお邪魔する予定にもなっていますので、はい、あの本当に皆さんと一緒に楽しんでいけたらなというふうに思っております、はい、でリサイタルのチケットにはプレミアム招待券ということで、はい、あのお得になってまして、前売り券とは違う作品はい、のものになるんですかね、剣自体が。これ見本なんですけれども、はい、これがちょうどリサイタルについてくる、招待券のデザインで、これは四季っていうですね、ミュシャの作品のデザインから春というものを、ピックアップして作っています。でこれは実はですね当日券のシリーズになっていて、他にも案件とか学生券とか、これは前売り券とはまた違うデザインになっていて、あ前売り券のパネルをぜひ持って、あそうそれもあるんです。これが実際に実物のサイズで、こうでなんか見終わった後はしおりかなんかに使えるサイズなんですけれども、なんか何回も行きたくなりますね。そうなると、そうなんです。でこれが前売り券の使ったデザインので、このね連作装飾パネル1日っていうのはミュシャの芸術が完成された作品っていう風に呼ばれていて、でまぁ、ちょっと卑近な例でご紹介しますと、戦隊ものってありますよね、なんとかレンジャーみたいなやつ、あれで色分けされてるんですよ、はいはい、でミュシャの作品もピンク黄色オレンジ青って色分けされていて、朝のこうピンクの穏やかな空気、昼間の活発な空気、夕方のちょっと安ュイな感じの眠いみたいな、こう属性みたいなものとかキャラみたいなものがはっきり色で区分けできるようになっていて、そういう分かりやすさみたいなのも当時の市民の心にグッときたポイントなんですよ。糸永さんどれお好きですか？私は、はい、ちょっとあの眠たそうな夜の雰囲気ですかね、はい、でもこのピンクのデザインも素敵だなと思いました。明るい感じの、はい、でこのね枠組みが興味深くって、これゴシック風って呼ばれてるんですけど、うん、ゴシックってね、まあ、ゴシックホラーとかゴシックあのなんだゴスロリみたいなイメージがあると思うんですけども、このリバイバルブームっていうのが当時の19世紀末起きていて、ゴシックって中世以前だからものすごく古いんですよ、はい、でその中世以前のヨーロッパかっこいいって言ってネオゴシックとかゴシックリバイバルと言われていて、こういうゴシック様式を取り
込んだ教会とか建物とかねいっぱい作ったりしたんですけど、そういう窓のイメージみたいなものをこういう連作の装飾パネルに持ち込むっていう、本当にこう何層にもわたるその仕掛けみたいなのがなされているっていうのも特徴ですね。あと人物の表現がさっきのポスターと違ってちょっとこう立体的なんですよ。あね、最初にそうそうさっき見たのとさっきのこういうのとまだ全然違うでしょ、はいはい、ペタッとしてるような感じがしましたけど、本当にちょっと人間らしさが出てるより、でこういう風な表現ができるっていうのもやっぱりミシャがポスター画家だけじゃないんだぜ俺みたいなのの表れの一つでもあるんです。なんか自信に満ち溢れてるからこその使い分けができてるわけですね。もう俺トップスターだしみたいな感じので、そこでこう自分の幅の広さをまた紹介していって、うん、新しいアートっていうのを紹介してか次のフリップ来ましたよ、はい、これもまた全然違いますね雰囲気が。そうなんですよ、これエリシュカっていう油彩作品で、今回の展覧会先ほどの印刷物もそうなんですけども一点もののオリジナルっていうのも結構な作品出てきていて、でこれチマール博士っていうですねチェコの博士のプライベートコレクションから出品していただいているもの、まあ、今回の展覧会の全ての持ち主がチマールさんなんですけれども、その中のもう本当に自慢の一品みたいな作品で、どう見えます、なんだろうエリシュカ、なんか、うん、かわいい綺麗っていうよりも力強さとか、はい、ちょっとたくましさみたいな部分を感じるんですけど、いいですね、これエリシュカさんって言って自分のお友達の建築家のお嬢さん、ハイティーンの頃のお嬢さんで、こう着てる服で、しかも彼女はアメリカ育ちとかまさにそうなんですよ、はい、力強い私ニューウーマンみたいな感じの元気さもあるんですけれども、はいはいはい、一方でさっきからお話ししている通り建国するぞしたぐらいの、ミュシャの時代だから、すごいミュシャは自分の国とか自分の文化を大事にしてたのね、着てる衣装が民族衣装、はい、ベスト着てお袖ふっくらしててみたいなところで、やっぱこう祖国への気持ちとか自分のアイデンティティみたいなものがしっかり表れている、こういうこうきちんとした肖像画、さっきのまあ1日のシリーズもそうなんですけど、やっぱそういうところもきっちりやっていくんだぜみたいなところの、まあ割と晩年の方の作品なんですけれども、こうスーパースターになった後やっぱり自分の気質、こうなんだろうな、こうアイデンティティのことを考えてちょっとそういう仕事を一生懸命やりたいっていう風な方向性がよく出てる作品でもあります。こうやって年代ごとの作品を見ていくと、やっぱりあのその思いの変化っていうような部分と変わらない部分と両方感じられるんだなっていう風にね、なんか今一目見ただけでも全然違うような感じがしましたけれども、あとクリアファイルのことをちょっと皆さんにもお伝えしたいんですけれども、あの今日リサイタルチケットをお求めの方に、さっき の, あのコンサートの件ですね、このクリアファイルをプレゼントするということになってますので、はい、これも合わせて、はい、裏側が糸長さ、そうなんです、ちょっと恥ずかしい、恥ずかしいんですけど、はいはい、あの素敵なあの世界的に活躍されている、はい、あの写真家の方に写真を撮ってもらって、はい、尾形秀美さんですかね、はい、はい、撮っていただきましたので、ちょっと記念にこのようにみんなに集まっていただいて、はい、なんかチケット購入者にあのプレミアムプレゼントとクリスマスプレゼントというふうにお聞きしております、はい、ぜひよかったらこちらも見てください、はい、もうあっという間にお時間が近づいてきたんですけれども、せっかくですのであの会場の皆様から何か質問があればあの、はい、お聞きしてもいいですか、はい、糸永さん宛ての質問でも、はい、何でも、はい、何でも大丈夫です、はい、ミューシャ以外でも何でも大丈夫だとは思いますが、はい、ミューシャ について気になったことなどもあればいらっしゃいますか、はい、大阪の方でミュシャの動く展覧会、はいはい、今絵が動く展覧会別企画で、うんうん、今年ミュシャの当たり年で九州内でも、そうそう、北九州でもね、そうなんですよ、でいろんなグッズも出るし、そういう展覧会も行われているんですけども、さっきお話ししたそのアールヌーボーっていうのが基本的に、まあこちらのね、これ花物語、あ花言葉っていう作品なんです、こう動きがもともとすごいあるんですよ、アール・ヌーボーの作品っていうのが、こう曲線がこううごめき続けるみたいなのが、やっぱアール・ヌーボーの植物を文様としたものの一つの特徴で、
ちょっと私もどうやって何回か拝見してないので何とも言えないんですけど、多分こういう動きみたいなものを実際に動かして体験していただくみたいな感じの内容なんじゃないかなと思います。でああいう、こう 没入型って呼ばれる展覧会なんですけれども、その大きいこういうね壁面に絵がわーって出されて、それがガーって動いていくっていうのは非常に21世紀的なあの絵画の見せ方なんだと思うんですけども、まあ、それによってもしかしたらこっちの作品の良さが見つけられるかもしれませんし、そういうこうインタラクティブとか自分が触ると動くとか、そういうのの面白さを私はその19世紀末のアートでやるってどういうことなのかなっていうのはやっぱちょっと興味あります。なんて言えばいいんでしょうね、はいはい、あの何でもいいんですよ、その絵が今の例えば現代アートでも全然いいですし、うん、その例えばねあの糸永さんの動いてる様子がそれがわーって広がっていくのでもいいはずなんですけれども、うんうん、なんでミュシャでやるのかなみたいな企画者が、そうあえてミュシャが人気だからやってるっていう要素もあると思いますし、うんうんうん、ミュシャの持ってる植物文様を動かしたれっていうような企画した方の強い思いみたいなのもあると思うので、まあ、なんかあんま毛嫌いせずですね、いろんなもの見てやっぱりこうプリントされてるポスターが好きとかそういう結論出されるんだったらそれでもいいと思いますし、そのグッズとかに展開していくっていうことはやっぱこういう枠組みを超えていくっていうところを応用に受け止める魅力があるんだと思うんですよ。なのでそれを、まあ、21世紀のこんなに技術が発達した時代なので、あそういう見せ方とかそういう考え方もあるなみたいな感じで受け止められても面白いと思います。はい、ありがとうございます、うん、確かにあのミュシャ自体がマルチアーティストの先駆者だからこそ、はい、新しいことを取り入れてきたはずのアーティストだから、そこに現代の要素を入れていってまたさらに発信していくっていうのは、はい、なんか素敵な形かもしれないですね。こういうふうに多分やりにくい作品もいっぱいあるので、うんうんうん、それぞれどうやって今の現代の気分に合わせてチョイスされていったかっていう、うんうん、ちょっと引いた感じでね、それ多分研究者的な目線でもあるんですけども、そういう目線なんだろう、こう絵が好きとか嫌いとかポスターじゃなきゃダメとかそういう選び方ももちろんあるんですけど、なんでこれが今流行りのものとして提供されてるんだろうみたいな感じで見ても面白いかもしれません。なんか新たな視点が出てきそうですね。他に質問があれば。はい、すごい素敵、うん、はいはいはい、そうなんか、その T シャツすごい私いいなと思っていて、はい、あの今回ね私展覧会このミュシャ展に合わせて当館の熊本市現代美術館のコレクションに見るマルチアーティストっていうすごい小さな小企画を行う予定で、横尾忠則の作品を出そうとしてるんですよ。で横尾忠則のポスターには19世紀末の同じ時代にミュシャと同じ時代に活躍したポスターの作品をまあそのまま引用したみたいなものがあるんですけども、ちょうど今お召しになっているピンクフロイドの T シャツ、アメリカとフランスとかヨーロッパを中心にロックアーティストがミュシャの作品大好きになるんですよ。で自分のレコードジャケットとかに導入して、それをきっかけにミュシャっていうのがもう一回忘れられるんですよ。ダサいとか古いとか言われてたのが、これロックアーティストがこうちょっとサイケデリックな雰囲気とか、はい、なんか自由な感じがするからかっこいいって言ってレコジャケに使い始めて、うん、それでミュシャの今の日本のここにあるブームみたいなものの根っこがその1970年代とか60年代ぐらいにそのジャケットというのを通じて再復活するんですよね。だから実はすごい市民との距離のアートの距離が近いのがミュシャの、ね、そうな流行り物との距離が近いんですよ、もともとだから、あの後ろの方聞こえなかったかもしれないんですけれども、今日着ていらっしゃるお召し物がミュシャの影響を受けたような、ミュシャじゃないかなみたいな、もしかしたら近いなみたいな、うん、なんかそういう T シャツを着られていらっしゃるんですけれども、もともとはあの捨てようかななんて思ってたものが今回たまたまこう家で見つけ出されたというようなことなんだそうです。で今のお話につながるんですけれども、そうそうピンクフロイド、そうするとすごいですよね、はい、アーティストとね、えロックのアーティストともこうやって、そうなんですよ、だから音楽との相性、ね、はい、さっきのリサイタルもそうなんですけど、うん、こういうこうハイアートっていうかクラシックとの距離も近いし、はい、ロックとの距離も近いしっていう、そして夜遊びってくるわけですよね。そうなんですよ、うん、なんか自由な感じがますますしてきて、はいはい、いよいよあの年が明けてもう2月あっという間にやってきますからね、はい、ミュシャ展が楽しみになってきました。
もうまだまだお話を聞きたいところなんですけれども、実際に次は会場で何か質問があったら、はい、お声掛けしてもよろしいでしょうか。はい、はい、そうですね、先ほど一番最初のところでご紹介した私の恩師の専属信行先生、今成城大学の名誉教授と広島県立美術館の館長をされているんですけども、その第一人者の専属信行先生も2月の24日に来て講演会とかしていただきますし、開催記念ミニトークっていうことでこのミシャの作品の千丸博士に一番近いところで今回の展覧会のコーディネーターされている、名前が難しいバレンチア・ズビニョフスキーさんがチェコの文化についてお話ししていただくトークなど、会期中さまざまなとかと私のねギャラリートークもございますので、ぜひ展覧会楽しみにお待ちいただけたらなと思います。富澤さんのお話もまたそちらで伺えると思いますので楽しみに待っていてください。今日はありがとうございました。ありがとうございました。皆さんありがとうございました。